属するものかい。人を長く別にこぎってランキング上位だったら安心かい。ちらり見えた名誉が欲しくて心の骨は二の次かい。痛いことを押し殺してたら自分の名前も捨てた。一体それなりの楽しさしか手に入らないのは何かを得ることを諦めた罪だろう。退屈で冷め切った日々の中で答えなどあるわけない。出せばいい。ゼロか百の選択をすれば初めて壁も見えてくるだろう。生き方一つ変えれない君は水槽の中の魚みたい。それなりの喜びしか感じられないのは苦しむことさえも逃げてきた君だろう。退屈日々の中で満たされもしないのは逆本通り進むばかりな君だけの過ちだろう。Done that.